シングル幅の SMS カード IBM1401 中型コンピュータの SMS カード標準モジュラーシステムとは1950年代後半に IBM が開発した標準的なトランジスタ化された回路基板とマウントラックのシステムで当初は IBM7030 ストレッチのために開発された。これらは IBM の第2世代コンピュータ周辺機器7000シリーズ 1400シリーズ及び1620のすべてに使用されていた。SMS は1964年にシステム360で導入されたソリッドロジックテクノロジーにとって変わられたが、1970年代までレガシーシステムで使用されていた。システム360の一部でありながら、第二世代の設計から採用された多くの IBM 周辺機器は、 新しい SLT の代わりに SMS 回路を使用し続けている。これらには 240X シリーズテープドライブとコントローラー2540カードリーダーパンチと 1403N1 プリンタ1403と2540用の2821統合コントロールユニットが含まれていた。システム360周辺機器で使用されている。 SMS カードの中には SLT タイプのハイブリッド IC が搭載されているものもある。SMS カードは片面紙エポキシプリント回路基板に実装された個別のコンポーネントで構成されている。シングル幅のカードは16ピンの金、メッキエッジコネクタを備えた2.5インチ幅、4.5インチ高、0.056インチ厚である。 倍幅のカードは5.375インチ幅、4.5インチ高で、2つの16ピンキンメッキエッジコネクタを備えている。接点は、最初のエッジコネクタには AR、2番目のエッジコネクタには SZ18 のラベルが付けられている。カードはカードケージのバックプレーンに接続され、エッジコネクタの接点はワイヤーラップピンに接続されている。 電源バスラインを除いてすべての相互接続はワイヤーラップ接続で行われる。バックプレームのワイヤーラップ接続はほとんどが工場で自動化された装置で行われていたがワイヤーラップ技術によりカスタマーエンジニアによる技術的変更の現場設置が容易になった。一部のカードタイプは 回路構成を変更するために切断することができるプログラムキャップを介してカスタマイズすることができる。プログラムキャップ付きのカードタイプは標準構成用にあらかじめカットされたものが付属しておりカスタマーエンジニアが現場で異なる構成を必要とする場合は必要に応じて追加のカットを行うことができる。この機能はカスタマーエンジニアが 顧客サイトに持ち運ばなければならない異なるカードタイプの数を減らすことを目的としていた。カードタイプはカードにエンボス加工された2から4文字のコードである。カードにプログラムキャップがついている場合、コードは2文字のカードタイプコードと2文字のキャップ接続コードに分類される。SMS が最初に開発された当初、IBM は数百種類の標準カードタイプのセットがあれば、 必要なものはすべて揃い、設計、製造、保守がより簡単になると予測していた。しかし残念ながら、それは楽観的すぎることが判明し、SMS カードの種類はすぐに2500種類以上に増えてしまった。成長の理由の一部は、カードが使用される多くの異なるシステムの要件を満たすために、アナログ回路だけでなく、 複数のデジタルロジックファミリーが実装されていたことである。ありがとうございます。